皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。指導学園の学校情報、今回は指導学県立韮山高校を紹介します。韮山高校といえば伊豆地域のトップ校として、文武両道、これが基本の学校です。科は2つあります。普通科と理数科です。普通科の定員は240名、今年の入試の倍率は 1.08 倍でした。1年次は6学級、6クラスなんですけど、2年次、ここからは文系が3クラス、理系が4クラスになります。文系の中に探究コースというのが1つ入っています。そして修学旅行先はシンガポール。理数科です。理数科は定員が40名、倍率、今年の倍率は 1.33 倍でした。共通枠は調査書と、ね、学力検査で数学と理科の得点、これを 1.5 倍して計算します。修学旅行はアメリカ、1年生2年生の希望者を対象にイギリスの語学研修、これがあるんですけれど、このところの円安の影響でこの旅行先変更になっているかもしれません。今回は伊豆の韮山高校、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。